クリスマスパーティー？はい、今年のクリスマスはみんなで一緒に盛り上がりましょう。俺の名前は楠木誠、陰キャでオタクな高校3年生だ。そして何とも嬉しい提案をしてくれたのがオタクだたもつ、数少ない俺の友人である。楠木氏も来てくれますよね？もちろん、クリスマスパーティーとか最高じゃん。まさかこんな陽キャイベントが俺の身に起こるなんて。高校生になってからのクリスマスでパーティーに誘われたのは初めてだ。去年はリア充爆発しろと思いながらソシャゲの限定ガチャを回してチキンをむさぼり食べた。ちなみに一昨年はイブとクリスマスにバイトをねじ込んで稼ぎに稼ぎまくった。クリスマスケーキいかがですか？つまりパーティーなどという陽キャイベントとは無縁だったのだ。今からワクワクが止まらない。ちなみに他は誰を誘うの？天心氏はすでに参加が決まっています。あと富豪氏も、それからクラゲ氏を誘おうかと。葵さんを？マジで言ってんの？本気ですが、どうかしましたか？いや、だってオタクだが誘おうとしているクラゲ葵さんは容姿端麗、成績優秀、運動神経抜群、非の打ちどころがない完全無欠な女の子なのだが、一つだけ難点がある。それは誰に対しても塩対応なところだ。あまりの冷たい態度から氷の女王と呼ばれているほど。でも俺はそんな彼女に密かに思いを寄せている。背筋を伸ばしてまっすぐ歩くクールな姿を一目見た瞬間、恋に落ちてしまったのだ。来てくれるかな？誘えば来てくれると思いますけどね。氷の女王って呼ばれてるくらいだし、パーティーとか嫌いなんじゃ。うちに任せとき。ランちゃん。彼女は天心ランちゃん。クラスの中心人物で常に明るくて元気。彼女がいるだけで周囲のみんなも笑顔になれるような人だ。こういうのは勢いが大事やね。勢いが。もう見ててや。葵、今年のクリスマスは予定ある？ないけど。じゃあさ、一緒にパーティーせえへん？誰がいるの？うちとオタクだと、クスノキと、あとはフゴと。わあははは！ランよ、そのものはクリスマスパーティーになど行かぬ。聖なる行いよりも、我と共に悪のサバトへ。クリスマスパーティーに参加するわ。なんで？サバトだぞ、かっこいいではないか。サバトはちょっと。貴様、クリスマスを選ぶのか。魔女集会、悪魔崇拝、考えただけで我の左手もうずくというのに。はいはい、リリはちょっとあっち行っとき。パーティーは来てもええから。にゃー。そういうわけで葵も参加するって。場所はどうしましょうか？よかったらだけど、俺の家はどうかな？いいんですか？うん、実家は県外で遠いから、学校の近くで一人暮らししてるし、親の目がない方がのびのびできるだろ。まあちょっと狭いけど。ありがとうございます、クスノキ氏。狭さなんて誰も気にせえへんよ。それでは早速準備をしましょう。必要なもんの買い出しからせなあかんな。料理と飾りと、まああとはなんか適当に。そうですね、分担はどうしましょうか？じゃあクスノキは葵と飾り買いに行ってや。俺と葵さんが一緒に？なんや、いやな。俺は別にいいんだけど。何？いえ、なんでもないです。好きだけど、美人すぎて迫力が。お金は後々みんなで出し合うから、好きに買ってきてな。レシートだけはなくさんように。わかった。ほんじゃよろしゅう。そういうわけで、その一緒に行くことになったんだけど。うん。放課後に行けたらと思って。それで？あの、いつの放課後暇かなって。あなたは？俺はいつでも大丈夫。じゃあ今日は？買い出しは早く済ませた方がいいでしょ。そうだね、その通り。じゃあ今日の放課後よろしくお願いします。わかったわ。表情が一切変わらない。俺と一緒に買い出しするの嫌だったかな。こんなことならランちゃんと変わればよかったかも。いやいや、これは仲良くなるチャンス。少しでも距離を縮めるぞ。放課後。いろんなものがあるのね。飾り以外にもコスプレ衣装とかあるんだね。そうね、本当にたくさん。あっちには
サンタの衣装もあるわ。サンタ。メリークリスマス、マコトくん。プレゼントを用意したんだけど、受け取ってもらえるかしら。嬉しい。なんだろう。もちろんプレゼントは、私。なんちゃって。まあそんなことがあるわけないけども。何？あ、いや、なんでもないです。そう。あははは。どうかした？欲しいクリスマス飾りあった？いや、別に。ん？ぬいぐるみ、好きなの？そういうわけじゃないわ。ほら、早く選びましょう。うん。数時間後。結構な量になっちゃったね。荷物。ああ、大丈夫だよ。これくらい平気。でも。うちさ、母子家庭だから、力仕事は全部俺がやってたんだよね。だからこういうのは結構自信があるんだ。へえ、そうなの。荷物持ちは任せてよ。どんなものでも持つから。それじゃ、頼りにさせてもらおうかな。あ、今、葵さんが笑った。何？あ、いや、なんでもない。そう、それなら帰りましょう。じゃあ、私はこ、葵さん？違うのよ。これはその、焦ってる葵さん、初めて見た。めちゃくちゃ可愛い。お腹、空いてたんだね。だから、その、違うのよ。俺もお腹空いたし、コンビニでも寄ってから。なんか、いい香りがする。本当だわ。葵さん、ちょっと行ってみようよ。美味しいたこ焼きはいかがですか？宇宙一うまいたこ焼きやで。ランちゃん。お二人さんいらっしゃい。早速買い出しに行ってくれたんやな。うん、ちょうどその帰りでさ。ランちゃんはバイト？せや、うちのたこ焼き食べたらほっぺが落ちるで。じゃあ6個入りのやつ一つちょうだい。毎度、300円やで。おおきに。はい、葵さん。いいの？葵さんに食べてほしくて買ったんだ。じゃあいただきます。あ、おいしい。でもおいしい。トロトロでタコも大きくて噛み応えがある。外側もふわっとしてるのは関西特有ね。外がカリッとしてんのはタコ焼きやのでタコ揚げやからな。おいしそうに食べる葵さんもかわいいな。クスノキくんも食べる？え、俺？ほら口開けて。フーフーしたからもう熱くないわ。まことくん、あーん。なんちゃって、なんちゃって。クスノキくん、食べないの？あ、いらないなら我がもらってやろう。あー、ふくらはの肉もこうなれば多くない。我に食べられて食えんよ。お前ほら、何やとねん。リリー、うわ、何をする。我は邪神を退治しただけだ。邪神とタコを一緒にすな言うてるやろ。そもそも人のもん横から食うやつがあるか。ごめんな、リリのやつがやらかして。これお詫びやからまた食べに来たってな。ほらリリ、説教やで。いやだ、やめろ。クトゥルフの手先のものめ。だから誰が邪神の手先や。言っちゃった。タコ焼き、よかったら葵さんが食べて。でもさっき食べたから。いいのいいの、よかったらもらって。ありがとう。それじゃ俺はこっちだから、またね。ええ、また。それからも俺たちはクリスマスパーティーの準備を進めた。飾り付けはオタクだと富豪と俺の3人で行い、食料は前日に買って俺の家の冷蔵庫に。準備も楽しかったクリスマスパーティーはあっという間に当日を迎えた。しかしクリスマス会当日、待ち合わせ場所にいたのは葵さん一人だけだった。あれ、みんなどうしたんだろう。遅れてくるのかな。ちょっと待ってみようか。わかった。15分後。なんでみんな来ないの。全然連絡もつかないし、どうしよう。だからってずっとここで待つのもな。ねえ、なんでしょう。ここで待ってても意味ないんじゃない。行くなら早く行きましょう。はい。寒い中待たせたから怒らせちゃった。30分後。返事来た？もう一度みんなに連絡取ってみるね。本当にどうしたんだよって。え、嘘だろ。みんな来れなくなった。オタクダは風邪、ランちゃんは休養、
リリちゃんはサバトに参加、フゴは親の都合。じゃあこのクリスマスパーティー二人きり。どうしたの？なんかみんな来れなくなっちゃったみたいで。そう、じゃあ二人きりなんだ。あの、せっかくだし二人でも楽しもう。料理は美味しいだろうしって。あ、ん？そういえばこれ昨日ランちゃんから預かったんだ。うん、葵さんに渡してほしいって頼まれて。このプレゼントで頑張ってとか言ってたけど。そう。あ、どうしたの？少しお手洗いを借りてもいいかしら。え、あ、うん、どうぞ。数分後、プレゼント持って行ったけど何が入ってたんだろう。ごめんね、お待たせ。葵さん、どうしたんで。え、サンタ？妄想が現実になった。何この展開、一体どうなってんの？とりあえず触れないようにした方がいいよね。葵さん、ご飯食べよう。美味しいものを選んだって言ってたから。なるほど、これくらいじゃダメなのね。え、まことか。はい、なんで。葵さん、これは一体どういう。楠木くん、私と二人じゃ嫌。嫌じゃないですけど、何が起きてるんだ。そんな風に見えない。さっきから全然目を見てくれないし。それは私じゃダメ。私は二人きりで嬉しいのに。ねえ楠木くん、私をもっと見て。あ、もしかしてドッキリか。ドッキリだよね。まずい、このままじゃキスしちゃう。葵さん、こんなことしちゃダメだって。俺は葵さんのことが好きなんだ。だからふざけてキスなんて、もしするならちゃんと付き合ってからしたいから。じゃあ付き合って。はい。私あなたのことが好きなの。え、嘘。嘘じゃない。あなたは覚えてないかもしれないけど、前に助けてもらったの。重たい荷物を運んでいる時、楠木くんが手を貸してくれた。それからあなたのことが気になったの。あなたはいつも率先して困ってる人に手を差し伸べてた。他にもみんながやりたくないことを真っ先にしてる。そういうところがずっと好きだったの。ねえ楠木くんは私のこと好き？俺も葵さんのことが好きです。一目惚れで、それからずっと。じゃあ私を恋人にしてくれる？もちろんです。カップル成立おめでとう。よかったですね、クラゲシ。まさにビューティフルな展開だよ。くぇ、我の前で甘ったるい青春など許さぬ。え、なんでみんなここにいるの？実はクラゲ氏のお願いで全員で恋のサポートをしてたんですよ。もしかして伝言の頑張れって？告白頑張れって意味やって。成功してよかったわ。そうだったんだ、みんなのおかげだよ。本当にありがとう。まことくん、子猫ちゃんを大切にしなよ。じゃないと僕がもらっちゃうからね。それは遠慮しとくわ。君はいつだってテレ屋さんだね。ねえ、みんな揃ったことだし、改めてパーティーをしようよ。えんこ、恋人と二人きりやなくても。今日は手伝ってくれたみんなとも一緒にクリスマスを過ごしたいの。よっしゃ、それならしっかり楽しむで。賑やかになりそうだわ。それから俺たちは存分にクリスマスパーティーを楽しんだ。青春とはこのことを言うのだろう。あの、葵さん。何？これクリスマスプレゼント。この人形、一緒に買い出しに行った時見てたから。ありがとう楠木くん、大好きよ。あ、だから我の前で恋などにうつつを抜かすなと言っておる。邪魔すんのもその辺にしとき。これぞ青春やで。ラブラブですね。うん、愛とは素晴らしいね。みんなの協力でこうして俺と葵さんは付き合うことができた。それから俺たちは学校でもラブラブの日々を過ごしている。今では学校で一番のおしどりカップルとして有名だ。葵さんは
相変わらず俺以外には塩対応だが、それでも一途なところがいいと、なぜかさらに人気が高まっている。クリスマスパーティー楽しかったね。そうね。でも来年は二人っきりがいいわ。俺張り切って準備する。楽しみにしてて。私も来年のプレゼント期待しててね。おわ、見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。